るよ。お前が決勝久々その言葉以来だ。俺に勝ったピカピカまたピカチュウではねってことゲームじゃねえ。これは戦場レッツゲリロー止まる気ねえよ。このバトルは全部説明不要。いやポケモンの話してんじゃねえよ。バトルはマイクの話だぜ。決勝あと後から再開。これまたらダウンにさよなら。判定取りましょう。いきます。先攻ガールマン。後攻ジョーカー。おーよし、もう一回いきましょう。先攻ガールマン。後攻ジョーカー。おーまずはジョーカー。審査員レディージャッジ。ルンペ第一回優勝者はジョーカー。今日はみんな誰もがお前が優勝するとは正直思ってなかったと思うけど、それをひっくり返したのがかっこいいわ。ということでそのかっこよさを DJ ダンのビートに乗せてあれしましょうか。ウィニングラップ行こう。ラップ勝負勝ち続けてきたダークホース。俺もこのビート見て道の中の夢拾って今どうしたん。
おめでとうございます。じゃあ飯田さんに試合が変わります。あ、その前に大丈夫ですね。はい、それでは翔さん、まあ後で家帰って、まあ、ここにもいいし聞いて、そのオリジナルトラック5個あるから僕のうちの3個です。はい、残りの1個はガードマンです、ということですね。それと優勝賞金、まだ入ってないけど優勝賞金武器を立て、おめでとうございます。では司会を飯田さんに交代します。審査員の方もありがとうございました。どうかテンポを下げてください。中盤の人的な感じかもご覧ください。10秒で10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0終了。ありがとうございました。評価4回オープンやりそうになってます。